ジョゼフ・ポール・フランクリンは、アメリカ合衆国のシリアルキラー、1977年から80年までに20人を殺したとされている。彼はいくつかの殺人で、すでに有罪を宣告され、ラリー・フリントとバーノン・ジョーダンの暗殺を起としたことを告白している。しかし、供述には曖昧な点も多く、不確かなケースも多い。ジョゼフ・ポール・フランクリンは、1950年にアラバマ州モービルの貧しい家に生まれた。本名はジェームズ・クレイトン・ボーンと言ったが、26歳の時にジョゼフ・ポール・フランクリンに改名した。これは、ポール・ジョゼフ・ゲッペルスとベンジャミン・フランクリンから取られたものだった。ジョゼフは幼少期に暴力的な両親の虐待に苦しんだ。高校時代にはすでにナチズムへの関心を持ち始め、後にアメリカナチ党とクークラックスクランの会員となった。ジョゼフは東海岸の各地を放浪し、彼が劣等人種であると信じた黒人とユダヤ人を殺した。ジョゼフは左目を部分的に、右目を完全に失明していたにもかかわらず、狙った的を外さない熟練したスナイパーだった。彼の殺人の多くは100フィート以上離れた場所からの狙撃が大部分だった。彼は近距離で殺害することを嫌い、遠くから狙撃する方法を好んだ。ジョゼフは、また、非常に計画的な殺人者だった。殺人の前に、いくつかの逃げ道を確保していた。なお、ジョゼフが、テッド・バンディに代表される他のシリアルキラーと、区別されるのは、殺害の手法が彼らと大きく異なるからだった。つまり、ジョゼフの殺人は、性欲や快楽、嗜虐を目的とせず、ただ、劣等人種の排除のみを目的としたからだった。1977年に3連にも及ぶジョゼフの殺人歴は始まった。ジョゼフのイデオロギーは、ただ一つ、劣等人種の排除、曰く、神が私に人種戦争を始めさせたというものだった。ジョゼフの最初の殺人は、ウィスコンシン州マディソンでの異人種間のカップルの無作為殺害だった。ジョゼフは、後のインタビューで、どのケースの場合も、あらかじめ殺害方法と逃亡方法を周到に計画し、服や車を変えるように髪型や髪色を変えたと語った。ジョゼフは、ジミー・カーター大統領の公民権への見解に怒り、彼を何度も脅迫した。また、ジェシー・ジャクソンの殺害も起としたが、ジャクソンの周到なセキュリティの前に断念した。そこで、ジョゼフは、ジャクソンの代わりに、バーノン・ジョーダンを標的にした。ラリー・フリント襲撃現場1978年3月6日、フランクリンはラリー・フリントとその弁護士、ジーン・リーブズに発砲した。理由は、フリントの発行していたハスラーが黒人と白人による性交渉を掲載したことへの抗議だった。フリントはこの銃撃により下半身不随となった。ジョゼフは長い間逃亡を続けたが、1980年にフロリダ州で捕らえられた。その際、ジョゼフの採血をした看護婦は、ジョゼフの腕に白桃和紙のタトゥーを確認した。ジョゼフは詳細に供述し、裁判にかけられ、1997年にミズーリ州で死刑を宣告された。罪状は20の殺人、6の暴行、16の銀行強盗、2の爆破だった。2013年11月20日午前6時、ミズーリ州の刑務所にて薬物注射により死刑が執行された。最後の晩餐を拒否し、執行直前の遺言は残さなかった。ジャジステイズシリアルキラー、Sエクスキュージョン。CNN、http エディション、cnn.com、2013、11、19、ジャスティス、ミズーリ・フランクリン・エクスキュージョン。ありがとうございます。